たお客様がこのゲームとして紫外線興味を持ってっていう場合のケースなんですけど、こちらはあの日焼け止め実験セットっていう、これ3月、5月ぐらいですかね、はい、2月、だから今月ぐらいからそういう朝の時間を使ってロールプレイングって言いまして、スタッフと7分とか10分ぐらいであのお客様同士、お客様みたいな戦いになっていて、説明の練習を軽くしていくんですけど、それをもうすぐ、すごい簡単なんですけど、あの普通の日焼け止めクリームで、こういうやつ中がこうボールが入ってますけど、サラダのドレッシングみたいな感じで油を混ぜるためにこうあるんですよ。 SPF50 PA がプラス4つ、結構これはあのアネッサとかいた有名なやつなはずなんですけど、でこちらがあのそうじゃないやつ、肌に優しいタイプですよってなった時に、普段はお家ではどういったやつ使ってますかって言ったら、そういうなんかボールが入ってるような、もしくはあの SPF の高いやつを使ってますよっていう話になって、何が一体ダメなんですかってなった時に、こういったあの油取りが顔っぽい、こういうのお家にありますかって聞いてあげて、でこれを軽くじゃあつけてみましょうだって、どうなると思いますかなんてやって、これちょっと垂らすんですよ、ちょっとじゃあラストですね。こんな感じでボタボタに、これは油っていうことなんですよ。油取りなんで油がついたと、はい、で油が肌に対して何が悪いかっていうと、結局日焼けの原因を逆に作ってしまってるっていうことなんですよね。油焼けっていうんですけど、酸化させてしまってる。もう一個のこっちはどうなるかっていうと、同じ日焼け止めなんですけど、こっちからこうやってグリグリグリ押してこうやってなっちゃう、全然つけない、つけないっていうことは油が入っていませんよっていうことなんですね。なのでお客様がもし使うんであれば、先にこっちを塗ってからこの油のやつをこう塗る、そういう風に肌を保護してからより日焼けする場所に行くんであれば、お家にあるやつも使っていただければ、そういう二度使い、ここの間に今これがついてるんですけど、それであのカバーもしてくれますよという風にすると、今度取るときに綺麗に取れやすいんですよ、日焼け止め。日焼け止めでこうやって油ギトギトのやつがここにバーって塗ってしまうと、海とかは海水で取れてしまうんですけど、お家で洗うときにもっとしっかり洗うようになるので、そうするともっと肌が薄くなってしまって乾燥の原因になってシワができる、そういう風に悪影響を及ぼしますよっていうお知らせ、こういうのを見て感じていただくっていう実験キットみたいな感じのを作って、タランマシアとかに知っていただく、そうすると非常にお客様にも分かりやすいですね。こんな感じでいろいろこうアルカリ性のパーマとかカラーをした時のトリートメントがなぜ必要かとかっていうトリートメントの必要性とかを教えてくれる、こういうリトマス試験紙とかを使った実験セット、パーマ液をリトマス試験紙につけるんですよね。これにつけるとパーマ液だったらあの青色とかそういう色に変わるんですよ。でこの後そのトリートメントをつけると酸性に戻るんですね。そういう力を持ったトリートメントもあるので、お家でパーマがカラーされた後はこういったトリートメントをお使いになると髪がいい状態にまた戻るんですよっていう、目で見てわかる情報っていうのをあのお客様に買っていただくいただかないはちょっと別として、お肌の安全とか、あと髪の安全とか健康を保っていただくために、お店の中でできそうなツールの伝え方っていうのを行動に移していくと、同じそういったキャンペーンとか商品をおすすめするときには分かりやすいんじゃないかなっていうのを思います。いかがですか、今日。
度もやりたいね。作戦。